どうも皆さん、こんにちは。チャックバスです。今私はニューアーク国際空港のターミナル B、C にいます。でここは、イライテッド航空のね、発着ということ で、ここから本日ね、マンハッタンの方に、電車で行きたいと思います。まあ、そちらの方法をね、方法と行き方は、まあ、実際に行ってみた感じをね、シェアできたらなと思っております。でこのニューアーク国際空港からですね、もちろんイエローキャブとか、高速バスなんかもね出ていますけども、まあ、今回はね13ドルで、マンハッタンまで行けるという最安のルートをね皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは行きます。ではですね、中に入ってきました。本来インターナショナルのね国際線ユナイテッド航空が、日本から直行便を出している、飛行機1階に到着します。で、エアトレインは3階ですので、1階からねまず3階に上がってもらってエアトレインの乗り場に行く感じになります。で今私は、3階にいますので、あそこですね、エアトレインと書いてあります。あそこからねマンハッタンに行く感じになります。こちらがねエアトレインの乗り場となっております。ここからエアトレインに乗って、ニュージャージートランジットっていう、列車に乗ってマンハッタンに行く感じとなります。で、ニューアーク国際空港から、マンハッタンに向かう場合、ニュージャージートランジット今回ねの、利用の仕方なんですけども、まずこちらでニュージャージートランジットレインで、このニューアークにもね、ニュージャージー州のニューアークにもペンステーションってあるんですよ。気をつけてください。こっちですね、ニューヨークのペンステーションで、ワンオーバーダルトですね、大人1で支払い方法を選びます。これをですね、ニューヨークのペンステーションに着くまでですね、確実に持っておいてくださいね。なくさないようにしてください。ニュージャージートランジットの飛行、電車の中でこちら係員の方がねチェックしに来ますので、それだけ覚えておいてください。で、ペンステーションニューヨーク&DC、 あそこですね。今ちょうど電車、今行っちゃいましたけど、こちらの電車ですね、乗っていきたいと思います。ちょっと次の電車待ちたいと思います。今ね私はターミナル C に行って、ここねエアートレインステーションがここで、このニュージャージートランジットトランスファーポイント、ここで乗り換えます。でニューヨークに向かうという感じになりますね。とりあえずここに向かう感じです。それではちょっと電車を待ちたいと思います。電車が来ました。乗っていきたいと思います。JSK のね、エアトレインとはだいぶ車両も小さくてこじんまりとしてるんですね。でここにねマップがありますので、そこ見ながらね乗られてるといいと思います。案内板に従ってもらってニューヨーク、ニューアーク、ここですね、ニュージャージートランジットってありますね。
ジャージーブランド、まあ、こちら目印にして来てもらう感じですね。で先ほど買ったこちらのチケットですね、こちらはまた入場で必要となります。こちらですね。でこちらトラック1、トラック 1A ですね。ニューヨーク&ニューハーフですね。でね、ホームに着きました。でとりあえずね、こちらで電車が来るのね、待ちたいと思います。でちょっと反射して見えるかどうかわかんないんですけど、一番上がブルー、黄色、赤ってなってますよね。あのブルーと赤だったら直接行きます。ですが黄色だけね、乗り換えが必要になりますので、それだけ押さえておいてください。やっとね、電車来ました。だいぶ待ちましたね、30分以上待ったんじゃないでしょうか。それではね、じゃあニューヨークに向けて出発となります。5分ぐらいは経ってるのではないでしょうか。なかなか出発しなかったですね。それではね、ニューヨークのペンステーションまでちょっと待ちたいと思います。ニューヨークペンステーションに到着しました。
同じトランジットで来たんですけども、その時も遅れたんですよね。で今回も遅れました。30分以上来るのが遅れましたので、まあ目的地はニューヨークなんでね、まあ致し方ないのかなと思うんですけども、ニューヨークからニューヨークの路線はね、私は遅れたことって一回もないんですけども、ニューアークからねニューヨークの路線は遅れが結構あるみたいですね。でこのニューヨークのペンステーションですね、ボストンとか、ニューオーリンズとか長距離のね列車も、発着してるところなので、むちゃくちゃでかいですし、むちゃくちゃ人多いです。まあ、着いたらねひとまずこの出口サインにね従って外に出るっていう感じですね。まあ、このニューヨークのペンステーションもですね、すごい大きいところなんで、お土産屋さんから食べ物屋さんもありますし、もちろんねお手洗いとかもね完備しておりますので、まあ駆け込みお手洗い場所ということでね利用することもできます。 EXIT ありましたね。この出口で今回は外に出たいと思います。まあどこでもとりあえずいいんですけどね。まあそれにしてもすごいたくさんお道があります。ハーゲンダッツが売ってます。すごい。これやってるんですね。到着です。もうまさにこのイエローキャブたちがザ・ニューヨークって感じですね。はい、到着しました。で今回の動画は、ニューアーク空港から電車で、ニューヨークまで来るという動画でした。この動画が見たかったらいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。